歌舞伎俳優市川團十郎白猿一家に密着した特別番組、成田屋にございまするが、3日、日本テレビ系で放送された、市川新之助を襲名した長男の勸玄君の優しい一言に、市川ボタンを襲名した長女の麗華さんが涙を見せる場面があり、團十郎さんも思わず感激の表情を浮かべた。昨年3月、一家が訪れたのが熊本県山鹿市伝統の歌舞伎小屋八千代座で公演を行った。本番前日にはゆかりの飲食店で腹ごしらえ、そこで勸玄君はマジカルバナナをしようと麗華さんに提案した。〇〇と言ったらバツバツ、バツバツと言ったらと連想できる言葉をつないでいくゲーム。勸玄君は歌舞伎と言ったら歌舞伎お箱と言いつなぎ、やがてかっこいいと言ったら勸玄と自画自賛すると、團十郎さんは思わず吹き出した。続けて勸玄君は素敵と言ったらお姉ちゃまと発し、麗華さんは顔を手で覆って照れ笑い、嬉しいけどさと強がりながら、つぶらな瞳からじんわりと涙が溢れた。